はい、どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。沢道と申します。いや、今日ですね、友達と久しぶりに会って話したんですけどね、ウクライナ問題、これは私はですね、まあ、どんな理由があったとしても、そのプーチンの勇み足、いや、感情的になってしまったと、ついついやっぱり国境を越えて許せないということで出たんでしょうけども、やはり国境を越えてはダメです。いくらなんでも最低限国境を越えて軍隊を送ってですね、都市を破壊、子どもたち、ウクライナ人たちを、叩く、被害をね、及ぼす、これはね、やっぱりいけないなと思いますけども、しかし国際社会ではですね、やはりウクライナが悪いっていう方も多いんですね。今日の人も私の友達もですね、ウクライナのやってること国家として手を成してないんだと、でやってることはアメリカの加担もあるし、いろいろあると、これはウクライナも悪いところが結構あるんだと、いうことを言ってプーチン擁護をするんですけどもね、私は納得できないんですね。あまりにも一方的に、一方的っていうか、ウクライナにやっぱ軍隊を入れたと、この一点、国際法違反、やはりですね、国連も一応ありますよ、国際法も形骸化されているとはいえね、やはりです、やってはいけないことを、感情論、そういったことで、勇み足があったと私は思いますね。皆さんどうですか、このウクライナ問題をどうしてこういうふうになるか、そしてそれに対して日本の立場、そういったことも考えなきゃいけませんね。日本の安全保障どうするんだと、今ロシアから睨まれてますよね。ですから、こういった問題についても考えなきゃいけない。ですからこれね、大きな大きな問題です。で、分断ですね、この日本の中でも論客でも分断されています。ロシア派、ウクライナ派、こういう分断も本当に困ったものです。やっぱり日本はなるべく分断されなくて、一つの方向性を見出したいです。どうか皆さん、こういった時代において、難しいけれどもですね、やはり考えていく必要があると思います。私も悩んでます。なんとかこれ、しっかり進めないと、これは中国の問題、ね、中国台湾問題、そして日本の領土の問題、いろんなところにも影響を与えます。ですから皆さんも、このウクライナ問題、これ対岸の火事じゃないです。非常にですね、大きな大きな問題を秘めていると思いますので、どうか注視していただいてですね、みんなで、これを考えていきたい、いけたらと思います。どうも大変短いですから、ありがとうございました。またよろしくお願いします。沢口雄二でございました。ありがとうございます。